この前バッチテストの2級受かってさ、うん、次今月末1級受けようと思うんだけど、うん、2級まではカービングじゃなくてスライドターンでも合格するけど、1級からマテリアルの特性を生かしてみたいな話が出てくるんだけど、それってマテリアルってまあ道具カービングしてくださいねっていう話なんだけど、ミドルターンとショートターンとフリーって3種類あるじゃん、まあ、ミドルは比較的やりやすいよね。ショートターンが結構点数低いんだってみんな。だからショートターンをちょっと練習したいなって思うんだけど、世間的にはカービングイコール板立てるっていう話じゃん。でもただ板立てただけだと、板にはあのサイドカーブってここの半径、このサイドカーブ半径ってあるんだけど、それが板によってサイドカーブの大きさって決まってるから、一番最適なターンの大きさって板によっても決まってるんだけど、って言ったらミドルターンとショートターンを使い分けるっていうのは、ただ板立てただけで滑ってるとそれは無理なわけ。ちっちゃく滑ろうと思った時には板をスライドさせないとショートターンにならない。でスライドさせると失速するっていうのがあって、まあ、バッチテストの中で失速要素を少なくしてっていうのがあるから、ショートターンするためにはスライドさせなきゃいけないけど、それが失速につながらないような意図的にずらしてスピードをコントロールしてるっていうようなことをできるようにすると減点なく、だからちょっとそういう練習をこれから。ショートターンってなかなか自分で意識してやらないとやらないから、まあ、ちょっと意識してショートターン練習してみて。ショートでわざとずれさせるっていうことをするときに、テールの方をスイングさせちゃうと、テールスイングって言ったかね、それが出ちゃうと、そのバッチテストではすごく減点される。だからテールでスイングするんじゃなくて板全体でっていうのかな、今ここの斜面にボードの長さ分だけ左右に線引っ張ったような、でその間を滑るようにして降りるってことをちょっと意識してやってもらうんだけど、ヒールからスタートして、でテールにスイングして、またヒールにスイングしてっていうのをちょっと続けて、で上半身は下の方を向いて、ちょっとそれでやってみて。自分でやっててどうだった？今まっすぐできた？まあまあ、斜面が左側ちょっと下がってたからそれもあるかもしれないけど、左の方にちょっと出てた。それ出ちゃうと減点になっちゃうから、なるべくその幅を同じくして